皆さんこんばんは、皆さんこんばんは。今日も楽しくゆるゆるイントロダクションをお届けしたいと思います。孫ちゃん ね、ゴールデンウィークじゃないですか。ゴールデンウィークです ね、 5月の今日が6日6日ですね、はい、ゴールデンウィークなのにもかかわらず僕たちは放送しているという、今日もワロップ放送局が誇る収容人員4万人のスタジオ、ワロススタジオからねお届けしておりますけどもね、会場にはゴールデンウィークなんだけども行くとこがないという方がねたくさんお集まりいただいておりますけどね、美人さん美人さん一つ飛ばして、はい、美人イケメン一つ飛ばした方は何に美しい、うん、まあ本当綺麗な人が集まりますよね。集まりますね、はい、ここは、押上というね町にあるんですけど、まあ、放送局で仕事がないうちは押上というのはあまり縁がなかったんですけども、はい、孫ちゃん地元なんですよね、押上って割と。いや、まあそうですね、北千住とか、あっちの方が、近いので、割と親近感もある。そうですね、でたまにあのその、スカイツリーとか、スカイツリーが本当に近くに見えて驚いたんですよ。こんなに近くに見えるのかっていうか、だいたいあれ遠くで見るもんだとばっかり思ってましたからね。すごい綺麗ですね。ひとみちゃん、押上の印象ってどうですか。しかもこのスタジオでね、はい、レギュラーを持っていた、はい、はい、ひょっとしてひとみちゃんモデルさんだったんですか。はい、ちょっとモデルだったんです。いや、やっぱりそうじゃないかなと思ってたんですよね。ラブログ、はい、懐かしいですね。じゃあそういう懐かしさを込めて、ひとみちゃんね、4万人のお客様に謎々を出してくれますか。はい、いいですよ。うん、はい、では参ります。はい、男の子と女の子、はい、川に落っこちたのはどっち。川がポイントですか。海じゃなくて、そうですね、池でもなくて、女の子川に落っこちたのはどっち。なんか先週やってた松山になんか違うような、どうなんでしょう。ま、まあこれ二択ですからね、分かるのかな、はい、ディレクターはもう分かったっていうドヤ顔をしておりますけどね。まあ、高学歴ですから皆さん分かると思うんですけどね。じゃあコマーシャルなので皆さん考えてください。さあ皆さん、ひとみちゃんがね、出しました難解なミステリーなぞなぞでございますけどもね、川に落ちたのは男の子か女の子か、はい、どちらでしょうかという問題でございますけれども、孫月さんは分かりましたか。いや、なんとなく、はい、ね、じゃあちょっと言ってみてください。いや、言っちゃっていいですか。言っちゃった、はい、これ坊ちゃんですよね、男の子、ね、あー、川に坊ちゃんと、坊ちゃんと、あ、だから男の子なんですね。そうなんです、すごい、そちゃん考えましたね。そう、川にガールと落ちないんですね。坊ちゃんと落ちるんですね。じゃ割と可愛らしく、ね、ドボンでもなくね、ドボン坊ちゃんということでございますけども、ちゃんって感じ、はい、今日もアカデミックにねこの番組をお届けしたいと思いますけれども、最初はですね、皆様が、まあ、なんて言いますかね、国王とか総理大臣とかなってみたら、なんかこう今のね現代で、ちょっと不自然なことがあるんじゃないかと、こんな決まり事、法律を作りたいというのがあったら、話し合っていこうというコーナーにしたいと思うんですけれども、孫月さんなんかね、生き方がね、俺が法律だみたいなところがありますよね。もう社会から排除されちゃってね、俺が言うんだからこれが法律だみたいな ね、 ね、うん、本当に社会から抹殺されちゃいますよ ね、 そうね。なんかなんですかね、生きてると自分に都合の悪い法律ばっかり作られますよね。あの豊島区の方ではなんか綺麗な女の子に3回声をかけたらもう犯罪なんですね。2回までは OK、あ、そうなんですか。3回目はストーカー条例というのに引っかかるそうですね。お嬢さん綺麗ですね、お茶でもいかがですか、ノーと言われて、そういうやつにいかがですか、そこまで OK なんです。そこでもう1回言うとこれはもう犯罪なんですね。これね厳しいですよね。時間に LINE とかでもダメなんで
でしょうか。ラインとかもどうなんですかね。その厳しい線引きはわからないですけど。ラインはもうお互いこうやり取りしてるあれだから間柄だからいいんじゃないですかね。まあでも好まないようなね、僕と付き合ってくださいって断ってにもかかわらず3回言ったらやっぱり犯罪なのかもしれないですね。まあ孫悦さんの歌で逆転満塁ホームランって野球の歌でもありますけど、まあね、2打席目までにヒット打つってなかなか大変ですもんね。そうですよね。3回目に仮に打ったとしたって3割バッターでしょ。そうですよね。大変なことなんですよね。それもできないというね。3割もできないんだって。できない。厳しいですね。まあなかなかヒット打てない人は、こう打席に入ることによってなんとかヒットを稼ぐしかないのに、それもできないという法律でございますけど、こんな世知辛い世の中、ひとみちゃんどうやって生きていったらいいでしょうね。はい、人民国だったらどんな法律作ります。あ、やはりですね、タフ多彩ですかね。タフ多彩タフ多彩いいですね。タフ多彩、一夫多彩じゃなくて、たくさんの男の子をたくさんの女の子で共有するというか、はい、そうすると、結婚してもね、はい、浮気がないんですね。まあ、浮気という定義がなくなります。なくなります。いっぱいいろんな人とこう、はい、旦那さん、奥さんがいらっしゃれば、男性は浮気したでしょとか、ね、言われないわけですね。これは合法的なことですからね。ということは週刊文春とワイドショーはほぼいらなくなりますね。誰も読まないというかね、探偵もいらないというかね。でも昔これは職業がなくなっちゃうかもしれないですね。そうですね。でも昔徳川家康なんか、はい、11人ぐらい奥さんいて、ああそんなにいたんですか。子供いたんですか。でやっぱりそういうのはありっちゃありなんでしょうね。昔は特定の人がね、俺が法律だって感じでやってたんでしょうけど、それはもう庶民でも誰でも OK ってことですよね。そうですね。そうするとみんな平和なんじゃないかなと思って、ちなみにひとみちゃんは何人ぐらいの方と結婚したいですか。一人です。なんか好感度上げようとしてませんか。そうちょっとね一途だぞと一途だぞアピール。じゃあちなみにひとみちゃんが結婚した相手が、まあ、500人ぐらいと結婚しててもそれ文句言えないんですよ。いいんですかそれでも。そうですね。あ、それでもいい。言っちゃった手前。500人いたら1年半に1回ぐらいしかお家帰ってこないですもんね。そうですね。帰ってこないかもしれない1年ね。どうですかお二人は。まあ、500人は無理ですね。5人ぐらいじゃないですかね。すごいリアルな。リアル、ね、リアルですね今のね。いや、 やっぱり体力的なものとかね、経済的なものもあるでしょうし、まあ、そうするとみんなで毎日こう一緒にご飯食べたりとかね、そういうのがいいと思うんですけど、毎週こう、週によって月曜は誰、火曜は誰とかってこう言いますよね、結構ね。どうですかね、やっぱりそういうふうにもしなったとした場合、月曜日に1対1でこう会って週1回がいいのか、毎日、まあ、10人ぐらいでそのなんていうの、合コンのように仲良くこうご飯食べたり過ごしてる方がいいですか。月曜から土曜まで1人ずつで、日曜日みんなでバーベキューみたいな、ああその折衷案ですね。私は常に常に大家族で、大家族で、はい、暮らしてるどうかなと、M1 じゃないかなと。ということは、じゃあひとみちゃんは一人の男性なんだけど、その男性はたくさんの女性を持っているから、男性は一人で、ハーレム状態みたいなところにひとみちゃんがいるわけですね。そうですね、はい、そうですね。そしたらね、なんかこうあのね、浮気したでしょとかなくなっちゃうんじゃないかなと思って、男性を問われてそうでしょ。博愛主義ですよね。ある種宴会のような感じですけどね。まあ宴会というと、まあ温泉とか行ってね。温泉いいですね。宴会とかしたいですよね。熱海行きたいですね。熱海行きたい。いきなり来ましたね、熱海ね。数ある温泉の中で熱海を行ったわけあるんですよ。湯河原が好き。これなぜ好きなんですか、湯河原。なんか湯河原の街が好きですね。湯河原の町なんかあるんですか、湯河原には。あ、さつきみどりさんのお店が ありますね。結構有名なんですよ ね, ね、熱海にもあります。ご本人いらっしゃるんですか、さつきさんは。いや、ほとんどいないんですけど、節分の時とか、はい、なんか豆まく時とかは橋田須賀子先生とか、はい、まあ、森村誠一先生もよく見かけるんですけど、たまにじゃあもうね、いろんな法律ができてもみんなで、熱海に行きましょうということで ね, そうですね。
聞いたら熱海に行きたくなる歌でございます。はい、孫月さんが歌っております。はい、熱海温泉です。どうぞ。疲れちゃったでもいいかい、力抜いてももういいかい、何にもしなくてもいいかい、もういいかい、もういいよ、何にも考えず温泉に浸かって、おいしいもの食べて、ただゆっくりしたいだけ。熱海で温泉入ろうよ、ゆったりのんびりしてこうよ、温泉卵を作ったり完結線とか見てこうよ、家康公のお気に入り、ゆくみのいわれも見てこうよ。三歩進んでもいいかい、四歩下がってもいいよ、結局進んでないけれど、もういいかい、もういいよ、朝も昼も夜も関係ないくらい、何にも考えずただまったりしたいだけ。熱海で温泉入ろうよ、ゆったりのんびりしてこうよ、お宮の松屋気分閣、現場なんかも寄ってこうよ、梅園から木の宮神社、パワースポットも回ろうよ。温泉に行って ね免疫力を上げて、はい、美味しいものを食べて ね、まあ、ゴールデンウィーク中ってことで ね、いいです ね、はい、では後半は、はい、なんて言いますかね、ちょっと童心に帰っていただきまして、うん、皆様が小さい時をちょっと思い返していただきたいんですけど、いろんな遊びがあったと思うんですけども、はい、孫月さんは子供の時どんなおもちゃで遊びました？おもちゃ、うん、当然子供ですから熱海にあるようなね、秘宝館のようなものは使わないと思うんですけど、はい、うん、ないですけど、はい、スーパーカー消しゴムとかよく使います。スーパーカー消しゴムっていうのは、うん、なんていうんですか、あの、うん、ラッカーみたいな中に入れてこう小さくして、なんていうかクリアな状態にして、こう、うん、なんですか、ボールペンのバネかなんか で飛ばすんですよね。うん、ウルトラマン消しゴムとか、ボールペンのバネを2倍ダブルにしたり、パワーをつけたりとかね、そういうことをやられた方多いんじゃないかと思いますけど、ひとみちゃんは令和の時代に育ってますからね。令和の時代ですか。どんな遊びをしたんですか。はい、皆さんご存知だと思うんですけど、今でも放映されてるアンパンマン、アンパンマン、さらアンパンマンのお顔が好きで、はい、あのアンパンマンのパン屋さんっていうあのおもちゃがあったんですね。でそれであの、はい、ジャムだったり、はい、あの食パンマンだったりがこう並ばっていて、はい、とにかくあのアンパンマンを見ると癒されましたね。アンパンマン遊びをしたんですね。そうですね。で友達同士でいろいろこう役をやるわけじゃないですか。じゃあもうじさんの役とかいろいろあるわけでしょ。ひとみちゃん何やってました？アンパンマン、アンパンマン、正義の味方、こう上げてたんですね、自分をちぎって。そうですね、優しいのはじゃあ子供の時からそうなんですね。だからアンパンマンのお顔かわいいですよね、うん、うん、癒されるし、ちょっとひとみちゃんに似てるところもありますよね。ほっぺがかわいいですよね。子供が好きなこの丸をこう、うん、イメージ、丸でやってるからすごく ね、とつきやすいというか分かりやすいですよね。まあ、アンパン美味しいですしね。何ですかね、
遊んだのは、まあ、いろんなので遊んだんですけど、うん、本当にちっちゃい時はビー玉とか好きで集めてましたね、いろいろ。でこうビー玉でもいろんな、なんていうの、遊び方あるんですけど、こう綺麗なビー玉たくさん集めるんですけど、こう駄菓子屋さんに行くと、うん、まあ、10円で1個とかなんかいろいろ買えたんですけど、子供の時ってお金の価値観っていうのはよく分かんないですよ。1万円とか10万円とか言われても、それがどのぐらいのものかっていうのが分からなくて、その価値を表す一つの物差しとして僕はビー玉でしたね。ビー玉何個分か、すっげーっていう感じですよ。ビー玉がお金の価値と、そうですね、うん、ビー玉100個分すごいねみたいな。だビー玉にとりあえず置き換えてましたよね。だ大きくなって自分でお金を稼げるようになったら、まあ給料のほとんどビー玉買いたいって子供の時は。ビー玉好きだったんですね。好きだったですね。で今でも、あの、もう子供の頃にやってたあのたこ揚げあるじゃないですか。はいはいはい。あの天気が良くってすごいこう青空で風がすごいいい風が吹いてると、やっぱあのたこ揚げ行きたいな。まあ、全然行かないんですけど、もう一年中たこ揚げしてる感じですか。あの、はい、昔親父と一回、あの海辺かなんかにたこ揚げに行って、その時の印象がすごい強くて、やっぱたこ揚げって楽しいんですよね。1月3月とかに行ってたから、だからちょっと肌寒いけど、でも天気がいい日、親子の触れ合いでいいですよね。たこ揚げしたいな、全くそんな行かないんですけどね。いいですね。まあ楽しすぎるとね、それに夢中になって勉強しなくなっちゃったりとか、働かなくなっちゃったりするんで、まあイギリスなんかでは一時国民がみんなゴルフばっかりやるんで、ゴルフ禁止令っていうのもあったそうなんですけども、何時代ですかね、ひとみちゃん詳しいんですよね。たこ揚げが禁止になった時があるんですよね、ある時代に ね、 そうですね。国民みんなたこ揚げをしちゃうんで、農業とか仕事をしなくなっちゃった、でたこ揚げ禁止ってなって、江戸時代ですか。江戸時代、そうなんだ。その時代の、ね、人はたこを揚げられなくなったので、たくましい大阪の人はですね、そうなんです、たこ揚げのことをこう言ったんですよ。これはたこじゃありません、はい、イカ揚げです。大阪ではタコのことをイカっていう、イカっていう、イカ揚げって言うんですよね。それでイカ焼きができたんですよ。そうか、あれタコ入ってるんですか。いや、イカ焼きはイカが、いや、そうなんですね。なるほど。じゃあそんなことをじゃあ思い浮かべながら、ひとみちゃんの曲を一曲参りましょうか。はいはいはい、ベイビーアイムスティールハングリー、どうぞ。地図にない街、見つけてみないか、輝くカムイに会いに行こうよ。エルドラドどこにあるのか、泣いて笑って走り出そう。
べて食べて食べまくれ喜んでいる場合じゃないさ Baby I'm the hungry はい、では本日の視聴者の皆様へのプレゼントの方はこちらでございます。はい、はい、浜中啓司の瞑想と幸運というね、これはミステリー小説でございます。こちら株式会社ナウンドから1800円プラス税でね、好評発売中でございますけども、今日はこちらを何名の方に、50名の方に、はい、50名の方にプレゼントいたします。では欲しいという方は宛先をお願いします。はい、宛先は mail@wallop.co.jp、 メール @wallop.co.jp までメールください。はい、よろしくお願いします。はい、こちらの本のね、作者が小島正樹先生という大変今注目のミステリー作家なんですけれども、この小島正樹先生が大好きだというスープカレーのお店が秋葉原にあります。はい、小島先生もそこの一日店長をやったというお店なんですけどもね、そこのお店で今度孫月さんがライブをやるということでね、ちょっと詳しいことを教えてください。ひとみも、ね、はい、一緒にやるんですけど、はい、ね、今あの流れたあのベイビーステリーアイムスティルハングリーか、はい、うん、あれのあの公式非公式ソング、はい、うん、になってる、カムリですね、はい、5月16日の日曜日に、12時、15時、18時ですね、はい、に、あります。インストアライブが、ね、ありますので、はい、ソンゲスさん、そしてひとみ、はい、風天も出ます。はい、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 よろしくお願いします。ひとみ情報何かありますか。はい、5月21日金曜日、うん、こちらはですね、浅草の木馬亭さんで、木馬亭、はい、サムです、はい、私とラグ王社長3人出ますので、はい、ぜひ皆さん11時初角や千歳師匠主催の、ね、歌とお笑いという、はい、ひとみちゃんがお笑い部門で、はい、歌も歌います、はい、11時10分から開始ですので、皆さんぜひ一緒にいらしてください。はい、お願いします。はい、じゃあ本日もね、ご覧いただきました皆様に、ひとみちゃん、はい、御礼の気持ちをいつものように謎かけでお願いいたします。はい、今日ご覧になってくださった優しいお客様と掛けまして、はい、公務員のお家と解きます。はい、その心は感謝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 。